というわけでここから2日目になります。広島スタートですね。こんにちは、まちです。中編の動画となります。まずですね、最初に10時50分発糸崎行きの普通電車に乗ります。さあ広島を出発しました。広島を出発すると最初に泊まる駅は天神川という駅なんですけども、その間に広島貨物ターミナル駅っていうのがありまして、そこから天神川の駅に向けてはですね、車庫線のようなものがありますので、そこをちょっとね、見といてほしいと思います。これ天神川の駅なんですけども、なんかこうやって見るとあれこっち側しかホームないやんって思うかもしれないんですけども、この基地の奥に、ちゃんとホームがあるんですね。広島方面のホームはあっちにあります。だからその間に基地が入ってるっていうちょっと変わった駅なんですよね。そのホームとホームの間が離れてる、まあ探せばもっとあるんだろうけれども、こういう形も珍しいと思います。奥に見えますね、向こうに止まってるのは山陽線の大野浦駅ですね。向こう側にもホームがちゃんとあります。現在この電車は解体地域に到着いたしました。解体地の先でですね、海側を走るクレセント分岐します。この山陽線は山側を走り続けますので、この先の風景瀬戸内海というよりかはずっと山が見えてきます。今ご覧いただいている風景は秋中野駅から瀬野駅の間ぐらいだと思うんですけども、この間はですね、川と山、なんかその夏らしさが伺える、そんな雰囲気を堪能しましたね。まあこういう風景続くのでもう少しご覧ください。どうぞ。まあこの辺りの位置関係としては、今山陽線が走っているこの山のところを山陽新幹線が走ってて、その奥、海側を呉線が走ってる、そんなイメージですね。電車は白市駅に到着しました。最初のところで見送った白市行きの電車の折り返し大野浦駅が今止まってましたね。この先はですね、再度海側、瀬戸内海側に戻るためにまず山陽自動車道の下を通ります。これ車の道ですね。さらにこのままずっと走り続けていくと左側から見えてきますでしょうか。ここの部分カットしてもよかったかなと思ったんですけど、せっかくだったら雰囲気を味わっていただきたいので一応お見せしています。見えてきた高架の線路、これは山陽新幹線の線路ですね。こう見ると新幹線って山と山の間をこうまっすぐ進める、だからスピード出せるんでしょうけど、すごいなって改めて思いますね。そしてこの三原駅手前でクレセント合流します。奥に見えている高架の線路、あれがクレセンです。そしてこのクレセント合流して、三原駅に到着をいたします。で三原駅でね、ちょっと僕の声の方が先行しちゃってて申し訳ないんですけど、それを説明する余裕はないんで今ここで説明しちゃいますが、三原駅で向かい側にですね、接続の電車が止まっています。福山行きの電車ですけどもね、あえてそれには乗らず僕は糸崎で降りようと思いますので、このままこのレッドウィングに乗車しようと思います。西日本をご利用くださいましてありがとうございます。
そして三原を出発し、しばらくすると終点の糸崎に到着することになりますが、その糸崎の駅前には車庫線がいっぱいあるんですね。これを車庫線と呼んでいいのか正しいのか分かんないですけども、227系115系115系もね、真っ黄色の電車だけではなく見えますでしょうか、湘南色が見えます。結構ね、115系もバリエーションがあるんだなと、まあ、この2色だけだと思いますけど、あと食パンとかあるのかな、いろいろ見ましたが、糸崎にはこれだけが止まってました。終点の糸崎に到着。ここで、電車はですね、一旦回送となりますので、そのまま乗ることもできませんので、糸崎12時57分発の岡山行きに乗りたいと思いますので、50分ぐらい空けて昼食を取ろうと思ったんですが、これ無人駅なんですね、糸崎って。こんだけ大きい駅なのにと思ったんですが、意外とこの国鉄感ある車両、これ嫌いじゃないですね、むしろ好きかもしれない。そして回送になったはずの岩国行きを見ました。見ましたってなんか小学生みたいな感想ですけどもね、奥にはこれは貨物かな、違うわ、115系ですね、後で貨物も来るんですが、その貨物の良さは取らなかったみたいです。岡山行きが6両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。基盤乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。そして乗車予定の糸崎12時57分発岡山行きの普通電車が到着しました。115系でしたね、まあ、115系でしたので結構割と普通の感想なんですが、これで乗り込みまして糸崎を出発いたしました。まあ、岩国から長く乗ったレッドウィング227系もここまででね、しばらくはまた国鉄型の115系に乗車することとなります。そしてここからはですね、またしばらく瀬戸内海沿いを走り続けます。なんで風景としても同じような感じなんですが、糸崎の隣の駅、この尾道という駅なんですけども、尾道に着くとまたあの街の開けた雰囲気になると思うので、そこで説明を挟もうと思います。まあ、そうこう喋ってる間にですね、造船の町尾道に到着しました。まあ尾道ラーメンでもおなじみですね、龍が如く6の舞台も尾道だったと思います。結構この尾道ってだから皆さん知らない人ってあんまいないと思いますね。もう尾道って言われて造船とラーメンは出てくるんだけど、僕他にあんま思いつくものがまあないんですね。あと龍が如くぐらいしか思いつくものがないんですけども、まあそんなヨタ話をしている間に尾道駅に到着しました。一応ね、台本みたいなのはあるんですけど、ちゃんとした文章じゃないんで、僕がアドリブで喋ってるみたいな感じになっちゃうんでね、そういうちょっと節々でぐだっちゃうのは本当に申し訳ないんですけどもね、もしよければあのこの僕の音声解説副音声なしバージョンもアップロードする予定なので、そちらの方も楽しんでみてください。そうこうしてと尾道を出発しました。で、あそこに見えるでっけえ橋わかりますか？でっけえって汚い言葉だけどね、あのでっけえ橋はですね、尾道と四国を結ぶ道路、しまなみ海道ですね。今あの地形では見えないですけども、これをずっと走っていくと愛媛県の今治まで行くことができます。今これ何してるかっていう、新幹線の下走って福山駅に入るところなんですね。電車は福山に到着しました。そしてですね、今ご覧いただいているのが東福山駅なんですけども、目の前が貨物駅の、東福山駅なんですね。そして新幹線の下をまた通りながら新幹線と分かれて、
次再び会うのは新倉敷駅かな。そこまで、別々の道を走っていきます。まあ、新幹線ともともと別々なんだけどね。そして今ご覧いただいているのが大門駅です。この大門駅で山陽本線の広島県はおしまい。ここから先は岡山県に入ります。とうとう来たかという印象ですね。まあ、山口広島と来て次は岡山というところですが、まあ、そんなにめちゃくちゃ風景変わるもんじゃないだろうと思ってたんですけど、意外と違う風景見えるんですね。まあ、ここから僕左側を撮ってたんですけど、山の景色も悪くはないです。新緑の山という感じがして、すごい清々しい気持ちになりました。まあ、さっきからずっと見えているあの高架線は新幹線なんですけども、この新幹線と合流して新倉敷駅へ到着します。まあ、新倉敷ってちょっとマイナーな駅かもしれないですけども、この新倉敷を出るともうすぐ岡山だなっていう、なんかそういう実感には湧きますね。さあ新倉敷駅を出発しました。今ちょっと甘噛みしたのは許してね。また再びね、新幹線とは分かれていきます。左側の高架線が、新幹線ですね。さあ左側から見えるあちらの線路、あれはあの伯備線ですね。山陰方面のつなぎ道で、出雲市行きの特急やくもや特急サンライズ出雲号などが有名な伯備線です。でこの伯備線と合流すると電車は倉敷駅に到着します。それで倉敷を出てですね、しばらく走ると岡山駅、終点の岡山に到着しました。で岡山から先の様子は後編でお伝えしようと思いますので、この中編の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさようなら。